高岡で105年前から鋳物をやってます。最近はちょっと錫の器の方が、かなり増えてきてますけども、もともとは仏具とかお茶道具とか花器を作っている会社になります。インバウンドでは皆さん来て売れてはいるんですけど、お土産としか見てない。各国に受け入れてもらえるものを作りたいと。そのためにはやっぱりアウトバウンドの方が大事だろうということで、まずは台湾に合弁会社を作って、台湾、中国、東南アジアぐらいまでを網羅したものを作っていくということを今考えている。売れてるものを持っていけば売れるっていうけど、これは大間違いで、文化の違うところで日本人が買うものを売れないんですね。匂いって実は日本でも流行ってるけど、もう中国も台湾もすごい流行ってて、アロマディフューザーが作りましたね。錫のアロマディフューザーなんですけど、周りにガラスがついて、中にはそのお香立てとか吸収する棒が入るんですけども、あとアロマディフューザーは台湾製で、棒とガラスは中国製、錫はうちから作って送ったっていうパターンで、3カ国で作ったやつなんですが、やっぱり縁起物でやろうっていうんで、それがパイナップルとひょうたんとリンゴっていうパターンで作ったんですけど、ね、やっぱり匂い文化って強いですね。できれば国内でも逆輸入してやろうかなと思ってるんですけど、これはまあ東南アジア、中国、日本だけじゃないと思います。それは世界中だと思うんですけど、いかにそこの文化に合ったものを作ってあげるかっていうのがあるんじゃないですかね。